どうも、たけしタイガーですが、本日はマイルチャンピオンシップになります。化け物、グランアレグリアがラストランとなった今回ですが、私の予想はこちらになります。どうぞ。またしても、へそ曲がりな買い方をしております。今回、馬タンですね。もう1着2着をしっかり固定する買い方で、1着、シュネルマイスター、3歳馬最強のマイラーですね。シュネルマイスター、合計7頭を流しておる中に、まあ、グランアレグリアも入っておりますが、グランアレグリアが崩れると読んだ今回の馬券になります。どうせね、グランアレグリアかいと言ってる自分の姿が目に浮かびますが、こうでもしないと今までの負け分取り返せないんで、シュネルマイスターに頑張ってもらって、しかも願わくばグランアレグリア以外の馬に2着入ってもらうと、こういった競馬を祈りたいと思います。それではレース観戦の方行ってみましょう。細江さんがシュネルマイスターと買ってる13番のダノンザキットいいって言ってる。まあね、グランアレグリアが勝っちゃいそうな気がするんですけど、グランアレグリアちょっとこうレース間隔が短いんですよね。心配するとこがないですね。心配するとこないってアンカツが言ってる。おい、さあ各馬収まりました。出ました。はい、カテドラル、11番カテドラルがちょっと出遅れですが、どうだろう、シュネルマイスターはどの辺にいるんだ。まあ、ホーアマゾンが出てますかね、先頭ですかね。シュネルマイスター悪い位置じゃないんじゃないかなって気がします。それから、どうでしょう、グランアレグリアあたりどこにいるんだろう。中段ぐらいかな。さあ、まあね、もうマイルですからね、あっという間に終わっちゃいますからね。まあ、とりあえず今、どうだろう。カテドラル以外は、まあまあ、順調なのかなって感じ。さあ、どうだ。もう、まず1着にね、シュネルマイスターが入ってくれないと話にならないですからね。まあ、ちょっとシュネルマイスター、包まれないかどうかが、ちゃんとコースが取れるかどうか、ちょっと包まれ気味なのが怖い。で今もう最終コーナー回っての、はい、直線向いた。はい、どうだ、シュネルマイスター。一応コースは空いてるよ、シュネルマイスター。ダメか、シュネル、シュネル行け。ダメだ、前が行け、シュネル、シュネル行け。来た、グラール、シュネル、シュネル行け、グラール、シュネル、ダメ、ダメか、ダメか、強い、グランアレグリア強いよ。あー、強い。いや、グランアレグリアがね、勝ったのは全然もちろんいいんですけど、なんで勝てねえかな、てかなんで素直にグランアレグリア変えないかな。ちょっと性格強制してもらわないとダメかな、もう本当に。まあどうにか有馬記念までにしっかり資金作って、有馬記念でボコッとかけたいなっていうのが今目論みではあるんですけど、しかし勝てないんでね。来週はジャパンカップ、今度こそ取ったるで、ね。